吉田さん、月収100万ってよく言いますけども私もねその情報業界入ってすぐにですよ月収100万規模に入って月収100万を突破してそれから200万前後ずっと推移してるわけなんですけどもあのもはや月収100万ってますよねもちろん月収100万を維持するためにいろいろやってることはやってると思いますけどもそれにしても最初に月収100万を突破するぐらいの行動量活動量熱意 ってものがなくても今は月収200万前後とかね300万とか動いてますねこれはうんだそう考えるとねあのまあ、時間もできますしいろんなことにチャレンジする余剰試験もできてきてまさに今みたいな暮らしになると収入増やそうと思ったらどんどん増えるなと思うんですよもちろん減らそうと思ったら減らすことも簡単できますけどもでも少なくともね 月収20万30万を稼ぎにいくぐらいのエネルギーは使わなくて済むようになりましたねこれは別に自慢してるわけでも何でもなくってそういうところに来れるんだってことなんですよですので最初は大変かもしれないけどもでも自分の人生を、うん、なんか全部買い取れるぐらいの力が月収100万にはあるんでそこにね一人でも多くの方来ていただいたらいいんじゃないかなと思うんですよで方法は公開されてますからね 秘密になってるわけでもななんでくくっっってててどうぞやってくださいって話なんですよですごく単純でシンプルになってますんで例えば YouTube で動画を1万本作ってみたら1億円ぐらいになるんじゃないかなと思うんですよ。でもなかなかやってみようかってことにならないし挫折するのも早いですしねまさに夢には賞味期限があってあの昨日始めてたらまだ人生間に合ってたのにってことの連続じゃないかなと思うんですよ。ねえー、で あの暗号通貨の「カルダの枝っていうのが日本でついに上場するんですけどもこれを受けてですねカルダの枝の価格が急騰してるんですよでプレセールで0.2円でカルダの枝を最小単位買った方でも1億円以上の今利益があるんですよねそれが数百人いるんですよで話によるとマックスで買った方は5000万円買ったらしいんですよカ枝ダ,ネイダこの方はだから 含み益で700億とか800億を今手ににしてててるっっ状態になってさらに今は値段が上が上ってまますすんでででどこまで行くのか分かんなないいみたいな状態ですよねつまり人生の中でバブルは存在したってことなんですよ。インターネットやアフィリエイトのバブルオプトインのバブル YouTube のバブルそしてカルダのエダというね暗号通貨やビットコインのバブルいろんなバブルがあったんだけども情報を取っていなければそれに気づきもしないしそれから情報を取っていても度胸がなかったらエントリーできないし。 情報も度胸もあってもお金がなければ手も足も出ないしってことでだから何もねない人っていうのは結構苦しいですよだから今のうちに何かを手にしておくといいと思うんですよね時間を手にしておくお金を手にしておく情報を手にしておく度胸を持っておく何かがあればそこを手がかりに突破できると思うんですけども突破いまいちできてないってことは今のところ何も構築できてないか何も発揮できてないというねもったいない状況にありますのでうんやっぱりね 前に出て欲しいいなと思いますね。そこには本当にねあこういう楽な世界があったんだこんなに人の役に立てる世界があったんだってことに気づけると思うんですよそういう意味で言うと本当の意味で無欲になって誰かのために何かをしたいっていう欲が出てくるのがまあその世界なのかなと思いますよね、うん、まあ今日はねそんな気合を入れての放送でございましたあじゃあいってらっしゃい